ピアニカね。そう、商品名です、ピアニカ。ヤマハの商品名です。で、鈴木から出るとメロディオン。そして、ゼフォンから出るとピアニ。で、ジュースハープで有名なホンダ社から出ると、これ、メロディカ。いろんな名前があるんですけど、基本的にハーモニカに鍵盤がついてるんで、鍵盤ハーモニカって言います。ね。これ、吹いて出る楽器です。ね。これせっかくなんで皆さんに今日は一発芸覚えて帰ろうと帰ってもらおうと思うんですけど、もうちょっとねお客さんが止まるまで待ってね。じゃあもう一個このね細長い風船使ってやっていくんですけど、くしゃみの力で膨らました人見たことあるないね。ね、もしここで膨らますことができたら皆さん大きな拍手いただければと思います。右手と左を貸してくださいな。さあ大きく1回叩きましょう。ワンクラップせーのツークラップせーの3回4回。じゃあ今度はいっぱいせーの、そう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 、これぐらいの拍手のボリュームにももうちょっと拍手を、あ、そうそう、これぐらいの拍手のボリュームがとても大好きです。じゃあちょっとやっていこうかね。じゃあね、もしね膨らんですごいなと思ったら大きな拍手よ。はい、ここ。ありがとうございます。ね、こういったことをねずっとね20分ぐらいやっていきます。